名古屋市立高田小学校は、名古屋市瑞穂区宝田町にある公立小学校。1927年6月15日、瑞穂尋常高等小学校の児童数増加により、分離し、高田尋常高等小学校として成立する。独立時には、すでに尋常科に限っても1663人の児童が在籍しており、26学級が編成されるほどの規模を誇り、2階建ての木造校舎に収容されていたという。その後も児童数は増加の一途をたどり、創立4年後の1931年には五剣尋常小学校が独立し、その一部の児童を収容することとなった。それでも過密状態は是正されず、1935年2月に堀田尋常小学校が設立されている。戦時体制下には、高田国民学校と称していたが、1945年5月17日の名古屋大空襲において、校舎全焼の浮き目にあっている。この空襲により、高田連区内では、死者8名、重軽傷者28名、罹災者は2536名に及ぶ被害を出している。児童については、412人が、三重県三重郡菰野町に集団疎開をしていた。愛知県小中学校誌によると、児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、現在、瑞穂区のうち、牛巻町、春光町、大宜新町1丁目、大宜新町3から4丁目、次から井町、平郷町、宝田町、堀田通4から6丁目、豆田町の全域及び北原町1丁目、薩摩町1丁目、新海町、大宜新町2丁目、西野割町1丁目、仁谷町、本願寺町1丁目の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立瑞穂が岡中学校となっている。創立時の通学区域は、南区瑞穂町あざ上高田、あざ下高田、あざ南糸田、あざ大木、あざ池下、あざ中山及び厚田東町を範囲としていたが、後年の学区分割により、高田学区のほか、五剣、塩路、堀田の各小学校区となっている。また、学校名の由来ともなった高田の地は、塩路小学校区に含まれている。ありがとうございます。